痩せるためには運動や食事も大切ですが、血流と酸素がとても関係しています。今回は血流ゼロトレということで、血流がゼロにならないようなおすすめなトレーニングを紹介していきます。リバウンドなく痩せるには血流を良くしながら代謝を上げることが重要です。一時的に痩せることは短期なダイエットでもできるかもしれませんが、その後は基礎代謝が下がり太りやすい状態になっているのがほとんどです。適切なダイエットは効果的ですが、同時に体の血流を良くしながら代謝を上げていくことが一日痩せることを成功させるためには必要です。脂肪が燃えるためには脂肪を分解する酵素の働きが鍵を握り、そのためには十分な栄養と酸素を運ぶ血液がスムーズに流れていることが大切です。そしてミトコンドリアが多くのエネルギーを作り出せる状態になれば、余分な脂肪を燃やせる体になってきます。特に血流が悪い部分には脂肪が蓄積しやすいため、痩せたい部分は特に血流を良くする必要があります。血流の多くは下半身に溜まっています。一緒に痩せる体作りましょう。スマホ顔の前に置いて足を開きましょう。この状態で手を合わせてキープです。しっかり股関節を開いてください。まずはこのままでキープ。ちょっと肘で外側に押す感じで股関節周りを開いていきましょう。しっかり開く人はね、手を離してください。ちょっと動かすとね、よく開いていきますんで。 OK。 今度は肘ついて外側に押しながら体重移動です。できるだけ股関節を開いてください。下半身にね、血流が溜まってしまいますから、上に上げていきましょう。 OK。 じゃあ今度はこのままね、ちょっとお尻を上げたらしゃがみましょう。ちょっとだけお尻を上げると太ももの筋肉使えますんで、太ももふくらはぎの筋肉が弱るとどうしても血流をね、上げるポンプが弱ってしまいますので、股関節を開いてふくらはぎもも使えば上がっていきます。 OK。 じゃあ今度は足を伸ばして座りましょう。このままお尻を上げたら止まる。かかとと手、体重半分半分ぐらいな感じです。もも裏、お尻を使ってね、血流を上げましょう。このまま今度は平泳ぎをする感じです。曲げた足を開いて四つん這いです。足を曲げてゆっくり動かしましょう。ももの裏、お尻をゆっくり動かします。あんまり腰がね、反れないように、肩からお尻までまっすぐ。お尻がやっぱり弱りやすいですからね。反対も同じようにいきましょう。
座り仕事が多い人とかはお尻腰の血流が悪くなってお肉がつきやすくなりますから、しっかりお尻をね動かして血流良くして小尻にしましょう。今度はゆっくり交互に動かしましょう。上手に足を90度にして、こんな風にならないようにね、90度です。股関節を支点に足を動かすイメージで。横です。左右動かします。勢いよく上げないようにゆっくりです。ゆっくりやって上がるところまで。今度は膝を後ろ回しです。交互にいきます。後ろ回しです。膝90度作ったままで膝で丸を描くイメージです。今度は膝開いてお尻の上げ下げ、お尻を上げたら腹筋を使ってお尻を前に出す感じ。お腹を出す感じじゃなくてお尻を出した分お腹を引っ込めます。おへその穴を上に向けるイメージ。このままで骨盤を起こして戻して動かします。しっかりねお尻を締めておへそを上向ける感じで。この動きができない人は腰の筋肉が硬い、腹筋が弱い傾向にあります。しっかりぐーっとお腹を縮めて、腰振る動きは大事ですからね。 OK。 今度はお尻を一周ずつ動かします。上手に腰を動かしてください。お腹に力入れる、お尻に力入れる、これが結構難しいですからね。緩める筋肉と力を入れる筋肉がね上手に動いてますから。OK。 今の8の字描きます。8の字ちょっと難しくなりますよ。もう見よう見まねでねいいですよ。お尻を締める力とお腹に力を入れる力が弱いと動かしにくいので、上手にね動かしてみてください。
体の使い方が分かってきますからね。OK。じゃあ今度は膝をしっかり開いてね、膝の後ろに足、これでお尻の上げたい。これ結構きついんで、辛くなったらね、膝をまた少し狭くしてやってください。いけるよーっていう人は広め、広めで動かすと股関節しっかり開きますんで。うわー、 OK。 で今度は足の裏合わせて、手で膝を押さえて前かがみです。おへそをね、床につけるようなイメージ、背中から丸くならないようにね、逆に胸張って前かがみです。じゃあ後ろに手をつきましょう。このまま膝をパカッと開いたら止まっておきましょう。ちょっと上半身をねひねったりして、股関節そける、緩めていきましょう。どんどん血流上がってますよ。今度は足 M 字、交互に内ももを床につけましょう。開くことを9割、内側にすることを1割ぐらいのバランスがね、今の人らにはちょうどいいです。片方はしっかり開いておきます。今回股関節周りを開いてお尻を鍛えるエクササイズでした。リバウンドしないように痩せるためには血流を上げることが大切になってきます。今回のメニューは毎日寝る前行うことがおすすめです。やってみた人はグッドボタンやコメントで教えてください。もう1本ぐらい頑張れそうだよっていう人はおすすめの動画か関連の動画どっちか1本頑張ってみて、登録してない人はチャンネル登録もよろしくお願いします。説明欄には部位別のおすすめコースがたくさん載ってます。自分の好きなのを選んで1週間頑張ってみてください。ご視聴ありがとうございました。